皆さんこんにちは、DT 村田です。はい、今回は Q クオリティと Q1、 そして新しい RTS シリーズを打っていきたいんですけど、歴代のいいラケットたち、フォルティウスバージョン D、 そして RTS ST5、 こちらと新しいラケット3本、合計6本にそれぞれ Q5、Q クオリティ、Q1 を、まあ、なんとなく私が合いそうだなというのを予想で貼ってみて用意しました。2回に分けて歴代のラケットにはどのラバーがいいんじゃないか、そして新しいラケットではどのラバーの組み合わせが村田個人として良さそうだっていうのをそれぞれ打って発表していきたいと思います。今回は1回目、歴代のラケットたちバージョンですね。フォルティウス FT にはフォア面が Q クオリティ、バック面が Q1 ですね。まあ、木材にどうかで、初心者、初中級者用のラケットとしても愛用する使ってる方が多い、こちらの RTS ST5、 こちらも同じ Q クオリティと Q1 買ってます。で、バージョン D ですね。これは僕が今まで使ってたラケットなんですけど、こちらは Q5 と Q クオリティでどう違うのかというのを試していきながら、まあフォルティウスだったら両面 Q クオリティかなみたいな、そういう僕の感覚で皆さんにお伝えするので、ぜひ参考にしていただければいいかなと思いますので、よろしくお願いします。相手は栗山さんにお願いするので、ボール重い軽いっていうのをね、ちょっと素直に教えてもらえればいいかと思いますので、よろしくお願いします。それではやっていきましょう。じゃあやっていきます。まずはアルティウス ST5、 お願いします。出す Q クオリティです。柔らかい、より柔らかく感じます。Q クオリティが、もう打感はめっちゃいいですね。で、球は多分軽いと思う。5枚軽いんで、え、そんなって多分普通でしょ。だから今のが僕の中でのボーダーになると思うんで。オッケーオッケーオッケー。オッケーオッケー。じゃあ今のが普通ね。はい。Q クオリティね。はい。じゃあ Q1 いきますね。ああ、さらにやっぱ軽いっす。軽いじゃない。柔らかい。Q1 は Q クオリティ貼っても Q1 貼ってもめちゃめちゃいいですね。怖っ。あ、ごめんなさい。重さはそんな変わらないんですけど、はい、今の Q1 の方がやっぱ回転勝手で個性がありますね。ああ、やっぱ食い込みやすい。はい。で、高いですね、ボールが。高いよね。でね、多分かけやすさはもちろん Q1 なんですけど、弾みは実は、ね、そんなに変わらないかも。この RTS ST5 買ったら貼ったら、どっちもすごい柔らかく感じるんだけど、5枚交番木材なので落ちる心配はまずない。かなり球があります。これ好みかな。多分どっちもめっちゃ打ちやすいですね。Q1 音がいい。音も気持ちいい。キュンってそう、あの昔のスーパーチャックとかさ、あ、はい、OK だった頃の音っていう感覚に近い。それ気づくんですね。うん、まあどっちもかけやすいですね。かけてもそんな変わんない。そんな変わんないです。だよね。ちょっとこれ下回って強く打った時に多分変わると思うんで、 Q クオリティいきます。Q1 の方が重いな。俺も
ことも。これちょっと不思議だな。どっちかって言ったら、まあ、今吸盤の方が打ちやすいかもしれないですね。強く当てても潰れないんで、で吸クオリティはやっぱりもっと当てないといいボール出ないかもしれない。でそれは多分こっちも強いんですよね、シートが。今の吸盤の打ち方ですると入るな、やべえな。入るな、腕だわ、腕だやっぱ。でもね、Q1 の方がアルティウス ST5 には合ってるというか、使いやすさがより際立つかもしれないですね。どっちも同じくらいで、弾みはちょっと下がって打ちますね。Q クオリティいきます。あー、ごめんなさい。お、Q クオリティはやっぱ弾む、飛んでくれる。気持ちいいな。 Q5 よりも初中級者にとっては絶対にいいと思います。9番です。落ちないよな。キュークオリティいきます。あ、すいません。なあ、全然。キューアンの方が多分やりやすいですね。初中級者目線で考えるとキューアンの方が圧倒的にやりやすいと思います。総合的に見て初級者には圧倒的に両面キューアンがおすすめかなと思います。で、キューアンは中級者なので全然使えるっぽい。 ST5 で打った感じ、打感がめちゃめちゃ気持ちいいです。 Q1 はこれから始める方も中級者ぐらいの方も RTS ST5 に両面 Q1 はしばらく使えるだろうと思います。ちょっと最終結果はまた後ほどいきますね。トリピウス FT いきます。大試験です。7枚5番、赤が Q クオリティです。
9番。まあ、引っ掛けた時に薄く当てるのはやっぱりやらないから。やりやすいですね。強く打ちます。9クオリティ。9番。下回転は結構同じぐらいです。やっぱ9番すごいな、落ちないんで、下回転の打ちに関してはあんま遜色ないかも。まあ、一発で打ったらインパクト強ければ強いほど9クオリティの方がボールは行ってくれると思います。はい、このままバックいきます。9番バックアンドいきます。今9クオリティ。あ、まあ、書きやすそう。書きやすい。打ちやすい。9ハイブ好きなんですけど、10人いたら9人こっちの方が打ちやすいっていうと思う、うん、初めて打った人はね。逆にフォルティセーフティーになると9クオリティの方が打感が良さそうな感じです。いよいよ歴代最後バージョン D。 これはもう僕つい先まで使ってましたから。で、これは上級者向けっていうのが一番近いので、あえて9ハイブと9クオリティを貼ってます。最初はここに9ハイブ、もういつも持ってる9ハイブ。いいな。あ、まあまあ、ブレる。
まっすぐ飛んでいかないでちゃんと落ちるんで回転もかかってると思います。うん、9回、遜色ないな、本当に性能がかなり安くなったかと落ちたかっていうと、むしろ上がってるって感じる人もいるかもしれないですね、これは。うん、ちょっとバックいいですか。9ハグからいきます。安心感あ、マジ安心するな。もう慣れてる感じですね。急コールでいきます。そうっすね、ちょっと出るの遅くないですか。うん、ですよね。そうで、こっちも多分柔らかくなってるから、ね、それだけ食い込む分後から飛んでくるようなイメージ。でもかけやすいし、上げやすいのは急コールですね。ボールをチキータとかやった時は多分急コールのが慣れてない人は圧倒的にやりやすいと思う。どう、うん、じゃあこれだけバックハンド作っていいですか。あの高いで急クオリティいきます。急ハイ、あーそんな変わんないかもな。急クオリティ、はいはいはい、全然弾けますね。 OK 出た。私がおすすめするのは RTS ST5、使っている方は、まあ、まだ自分が初級者だなって思う方はぜひ両面 Q1 を試してみてほしいです。 Q クオリティでもいいですけど、まあ、Q1、 1回 Q1 一番コスパいいですね。同じ格帯のラバーとはちょっとまだ一味違うシートの強さとかボールの掴み具合とか感じると思うんで、 RTS ST5 には両面 Q1 を試してみてください。5番、7番、5番の T はこれはこれ使ってる人は多分中級者とかと思うんで、両面 Q9 でいけます。全然むしろ多分使いやすくなるし、ボール走りやすくなるかもしれないですね。あとはこれ使ってる人重いと思うんで、 RE 使ってる人は別かもしれないんですけど、 Q クオリティの方が軽いのでラバー自体がもっと振りやすくなると思います。なので使うとしたらバック型がいいんだったらバックか Q5 にフォア Q クオリティ、まあ、バックだけ Q クオリティでいいんですけど、片面 Q クオリティにしてちょっと感覚の違いを感じてもらってもいいかなと。でも両面 Q クオリティ結構おすすめですね、はい、バージョン D、これも多分両面強力クオリティいけますね。が、まあ、僕が思うみんなが使いやすい、すぐとっつきやすいラバーとしては両面強力クオリティなんですけど、僕が使うとしたら片面までかな。バックだけ強力クオリティですかね。フォアだと Q5 が慣れてるし、やっぱ硬い分、自分硬いラバーが好きなので両面強力かバック面だけ強力クオリティ。でも強力クオリティって本当に多分どんなラケットでも合いそうな予感がするので、次回新しいラケットに貼ってやってみますけど、気になっている方はぜひ Q クオリティと Q1 は5マイル交番とか薄めの板には Q1 貼ってみてほしいし、7枚以上とかちょっと上級者のラケットには Q クオリティ、ましては Q1 を固めた Q9 と Q1 もありだと思うので、ちょっとどっちでもいいんで、どっちも、ね、手に取りやすくあると思うので試してもらえたらと思います。で1回目はこのようなので、歴代のラケットに各ラバー貼ってみて僕の好みを話すという回でした。まあ、次回新しいラケットやってみたいと思いますので楽しみにしていてください。ご視聴ありがとうございました。